走ったらダメだってば。だってだって早く見てみたいよ。このツボ？それともこっちの変なの？だから騒ぐなってば。トビオくんが真似したらどうすんの？真似なんかするかよ。俺はイロハみたいにガキじゃないしな。イロハじゃなくてイロハお姉ちゃん。私の方が年上なんだからね。うってバーカ、イロハを黙ってろ。ちょい待ち、それは言い過ぎでしょ。病のことを許してあげてよ。私は全然気にしてないよ。ちゃんとお姉ちゃんって呼んでくれたし。ま、イロハも子供すぎたからね。それじゃ、ちゃんと鑑賞しよっか。オッケーオッケー。しかしカオリンのお父さんが考古学者だったなんて初耳だったわ。そんなにすごいものじゃないってば。ただあれこれ手を出してて顔が広いだけだよ。いやいや、マジすごいって。ほんとうちの最低親父と比べたらって、ごめんごめん、比較対象にしちゃダメだよね。ううん、リリこそ気にしないでよ。それよりトビオくんには退屈じゃないかな。そんなことないもん。俺は大人だし、こういうのも楽しいぞ。ごめんごめん。そうだよね、トビオくんはもう大人だ。そうだぞ、ここに書いてることだってわかるんだからな。ラック、シュミ。あ、さすがだね、ちゃんと読めるんだ。そんなに甘やかさなくていいって。こいつすぐ調子に乗るしさ。そんなことないもん。俺はリリお姉ちゃんに大人だってことは。ねえねえ、ラクシュミってどんな神様？女神様なのはわかるけど。ラクシュミはね、ヒンドゥー教の最高神、ビシュナの奥さんの一人なの。愛と美、あと幸運とか豊穣の女神様なんだけど、結構飽きっぽくてビシュナも大変だったみたい。ああそうそう、あとは富の象徴だったかな。そういう意味でもインドでは大人気なんだよ。うわぁ、カオリンってインドオタクなわけ？エリザちゃんがすごすぎるだけでね。カオリンも結構頭いいんだよ。なんだろう、素直に喜べないこの気持ち。いやいや、マジすごいわ。感心した、見直した。カオリンすっげー。ま、素直に受け取っておくよ。だって触っちゃダメだってば。ちょ、何やってんの。このぐらいなんでもねえや。あれ、なんかあったかいような。ちょ、トビオ、こっちに。え、お姉ちゃん。なになに、いきなりピカーってしたけど、そういう仕組み？仕組みがあるわけないでしょ。でもあの光、像から出てたように見えたけど。あ、トビオくん大丈夫？生きてる？お姉ちゃん、よかった、
無事みたいね。と、リリは？お、お、お、わー！わらはまんまと成功したみたいだし。え？リリだよね。お、なになに？なんじらどうしたん？わらははどこからどう見てもやり水リリっしょ。リリちゃん、いつからわらわになったの？あ、やべ。あたし、そうそう、あたしだわ。なんじらも安心っしょ。なんじって、リリはそんな言い方しないし。うっそ、マジで。あ、もういいや。わらわは楽趣味、今後ともよろしくってやつで。マジすごいんだけど、わらはこんなの初めて見たわ。そっかそっか、楽道の住んでたとこってどんな感じだったわけ？なんつうか、インドっぽい感じかな。あれか、タージなんとかみたいな。タージマハルはイスラムだし、わらはヒンドゥーだから全然違うんだよね。インドもややこしいね。そうなんだ、もうややこしいわ。なんかめんどくさいことになっちゃったな。でもリリちゃんは楽しそうだよ。ラクシュミちゃんとも仲良さそうだし。リリってば、体乗っ取られてるのにすごいよね。うちだったら発狂してるかも。私はリリちゃんと同じで楽しいかも。誰か体を乗っ取ってくれないかな。そうだ、カオリンでもいいよ。ああ、うちは遠慮しとく。それより、このままだとおまわりさんに。どうしたの、トビオくん。お姉ちゃん、ずっとあのままなの？どうかな。見てみよっか。ってか、いいからいいから。ねえラクシュミちゃん、なになに、どったの？トビオくんがね、ラクシュミちゃんに聞きたいことあるんだって。俺が聞くの？ん？わらわに聞きたいことって何かな？マジ嬉しいんだけど。なんじ、トビオくんだっけ？せっかくだし、お姉ちゃんと結婚しよっか。結婚って、結婚？だってなんじ、わらわの旦那にちょい似てるし、だから結婚しよ、結婚、マリンジ。やだよ。あ、でも見た目はお姉ちゃんだし。超可愛い。トリマカラオケでスキンシップすっか。ほらほら、トビオッチ、お姉ちゃんのお膝に座っていいよ。いいってば。どうよ、すべすべで座り心地最高っしょ。これトビオッチの専用にしていいからさ。カオリン、ラクシュミちゃん本当に結婚するのかな？冗談かと思ってたけど、なんか本気っぽいよね。なんせ神様だから倫理観とか関係ないのかも。ラクシュミってそういう神様なんだ。
いや、わかんないけどさ、少なくともうちが知ってるラクシュミとは別物だよ。このままずっとラクシュミちゃんで行くのかな。さすがにそれはないでしょう。というかないと思うけど。返してよ。え、いきなり取ったの？リリお姉ちゃんを返してよ。あ、そういうことか。これは面白いことになってきたわ。ちょ、何考えてるわけ？だってリリちん、トビオのことが好きなんでしょ？あーん、ダメダメ、隠しても全部わかっちゃうから。違うって、トビオは近所の悪ガキで、たまたま相手したら懐かれただけだっつーの。だからさ、隠しても無駄なんだって。トリマ、ここはわらわに任せておけって。のことが好きなんでしょ。そんなことあるかよ。じゃあ嫌いってこと？それならこのままでいいよね。やだ、リリお姉ちゃん返してよ。じゃあ好き？どのぐらい好き？目が離せませんぞ。イロハ、うちらはドリンク取りに行くよ。もっと見てる。そっかそっか、そんなに好きなんだ。よかったね、リリちん。嬉しくなんかないし、嬉しくなんか。めっちゃ顔にやけてるし。そんじゃま、こっちの気持ちも伝えてやりますかね。いいって、それはマジでいいって。それは無理だわ。だってこういうのわらわの大好物だし。ねえ、トビオッチ、実はさ、リリチンもナンジのこと大好きなんだよね。本当に僕のこと好きなの？僕になってるね。そっか、ずーっと大人ぶってたんだ。だって、リリお姉ちゃんは大人だし、僕も大人にならないとって。トビオッチ、そんなこと言われたら、私、嬉しくて。おしおし、やっと素直になったね。そんじゃまあ、軽くキスでもしとこっか。キス？好きだったら当然やることだって。でもここだと邪魔が入りそうだし、場所変えるかな。わらわのことしっかり教えてあげるから。たったいま。ごめんごめん、トビオッチがトイレ行きたいって言い出してさ。ね、そうだよね。僕、トイレ行きたくて。はあ、大丈夫なの？なんかぼんやりしてるけど。大丈夫大丈夫ねえ、トビオッチ。僕、お姉ちゃんのこと大好きだし。それならいいんだけど。よくないって。あの、ラクシュミさん、そろそろリリを返してくれませんか？この体のことを言ってるわけ？そうです。まさかずっとってわけじゃないですよね。当たり前だって、ちゃんと返すってば。この子と結婚してこの子が死ぬまでだから、長くて100年ぐらい、そしたら返してあげるって。
リリチンもそれでいいって言ってたしさ。ま、これからはわらわ主導でよろよろー。